言いたいことは今日言ってよく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、仕事から帰ってまいりました。ですね、ナンバーアイのゴートについて深掘りをする番組が NHK であるという形の話を動画で語らせていただきまして、結構コメントもいただきましてね、皆さんそれで聞くことができたみたいでございまして、なんか自分としてもとても良かったです。で、まあコメントでもいただいているんですけれども、グランパンパースもそちら聞かせてもらいました。後追いでしたが、ラジルラジルで聞かせてもらいました。で、まあね、やっぱりどんな感じなのかなっていうのは全然分かんなかったわけですよ。聞いたことがなかったんで。そしたらね、まあサムネにしたと思うんですけど、衝撃受けましたね。4つのポイントで衝撃受けました。まあ、ゴート深掘りラジオの個人的感想という形で、あくまでも個人的感想という形なんですけれども、なんかね、ラジオとかで語るっていう音楽に関する話って、あんまりその何でしょうね、音楽を語るっていうこと自体をあんまりこうメディアでやってるのが多くない時代だと思っていて、それがなぜかっていうと、そもそもあんまり視聴率や聴取率が取れないからっていうところはあると思うんですが、そんなことは今ないのかもしれないなって思いました。結果、その SNS が発達して人気のあるグループナンバーアイも含めてそういうものがあって、で今回のラジオもだってナンバーアイは出ないんですよ。平野くん、神宮寺くん、岸くんが出ないわけですよ。江崎綾武さんね、この方が作曲家、ピアニスト、もろもろね、プロの方ですね。この方が語るっていうもので50分語るっていうことだし、で、ナンバーアイ以外のアーティストの楽曲もいっぱい流れると。なんですけど、むちゃくちゃ楽しかったですね。これは素晴らしいと思いました。音楽の知識がちゃんとある人がそれを語るっていうこと自体がこんなに楽しいことなんだなっていうのをまた今回ちょっと発見できたと言いますか、すごいことだなと思いました。アイリズの皆さんは見てらっしゃらない方も多いと思うんですが、アパートメント B という BE:FIRST のプロデューサースカイハイが作った、日程と一緒にタッグを組んで作った音楽番組があって、それが非常に音楽に詳しくいろいろやってて、堂本剛くんなんかも出ましたけれども、そちらが非常にすごい番組なんですよね。はい、そちらとなんか似てる感じのバイブスと言いますか、本当に音楽好きが語っている、でそれがちゃんとエンターテインメントにもなっている。でエンターテインメントとエンターテインメントだけじゃなくてエデュケーションっていう感じで教育にもなっていると。エデュテインメントっていう言葉はパブリックエナミーというアメリカのラッパーのケアレスワンという人が提唱した考え方で、エンターテインメント、娯楽とエデュケーション、教育を混ぜてエデュテインメントというのをやってて、それ自体がすごくあるんですよね。だから単純に娯楽っていう部分に学びというものがあると。勉強する学びとかではなくて、生き様に学びを得たりとか、そのいろんなそういうフィーリングバイブスに学びを得たりとか、そういうことだし、ってことはその平野くん、神宮寺くん、岸くんに学ぶところも私も含む皆さんも多いと思うので、彼らはそのエデュテインメントだと思うんですよね。で、ヒップホップアーティストのケアレスワンから来てる言葉だから、ヒップホップがついやってる彼らにとってはそれがふさわしいと言うべき。で、それを体現できるのが日本ではそんなに数多くないけれども、ナンバーアイの3人はその一つのグループだと思っていると。ちょっと前置きで随分語っておりますがね。はい、まあそんな感じなんですけども、とにかく50分随分とね、聞かせてもらいまして、非常に楽しませてもらいましたが、ゴートの楽曲の背景に潜むのを探るっていう感じでございますが、まずその4つと言いましたが、まず1ですね。クラシックやジャズまで遡ると思わず予測をガンガン超えてきました。やばかったです。せいぜいその、ジェームス・ブラウンとか辺のルーツからだと思っていました。もちろんジェームス・ブラウンの話も出ましたね。ジェームス・ブラウンがっていうよりはリンコリンズの話が出ましたね。まあリンコリンズの話はちょっともうちょっと先になるんだけども、まあそんな感じですけども、まあまずパッと聞いて日本のボーイズグループの曲と判断できる人がどのくらいいるのかって話から始まって、2000年以降のデジタルポップ全部のせみたいな感じの話をしておりましたけれども、その中でいろんな曲を話をしていて、ヒップホップの話だけじゃなくてヨハン・シュトラウスだったりとかねそんなの出てくると、美しく青きドナウでしたっけね。クラシックはちょっとだけ中学校時代に聞いてたんですよ。音楽いろいろ聞いてる方の人間でもありまして、一応クラシックを聞いてた時期もあるというか、クラシックしか聞いてない時期がありました。まあそんなに詳しくはないんですが、当時ね CD 屋で1000円ぐらいでクラシック CD が安く売ってて、それでモーツァルトとか
ベートーベンとか有名どころばかりでしたが、それ聞いてましたね。今はバッハをたまに聞きますかね。で、ヨハン・シュトラウスの、まあ、美しき青きドナウだったりとかね、そういうのも出ましたしね、後天部曲も流しましたが、まあ、なんでクラシックが流れたかというと、まあ、ダンスミュージックっていう部分の話ですよね。ワルツっていうのがあって、ズンチャンチャン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 みたいなやつね。それありますけど、あれはなんか人間のそういう自然な動きというかノリとしてはちょっと不自然だっていう話もあるんですが、ただあれが、まあ中世ではないか、近世ヨーロッパのそういう宮廷音楽とか、まあ、ダンスをするっていうところで、あれがもう100年以上ずっとあったのは間違いがないので、ダンスミュージックとしてのクラシックっていう感覚っていうのが私は考えたことがなくて、それがすごくね、アハ体験じゃないけど、それが新鮮で衝撃を受けました。クラシックの学びをまさかゴートの番組で得られるとは思えませんでして、音楽オタクとして非常に嬉しかったです。まあそうですよね、確かに。ただ私はその交響曲とかを聞いてワルツがそんなに好きじゃなかったんですよ。第三楽章とかに大体ワルツがあるけど、なんでワルツあんのかななんて思ったりとかしててね。まあ言うて、美しき青きドナウとか皇帝名曲とかはまあいい曲ですけど、まあそうでしたね。でもまあ確かにダンス、音楽には踊りがつきもので、そりゃそうなりますよ。だから大事ですね。だから必ず踊らせるって意味合いでのワルツが必要だと。で、人間は踊ることがエンターテインメントが必要だと、そういうところだったんだなと思いまして、まあそこの部分がね、知れてよかったし、なんかヨハン・シュトラウスとか聴きたくなってきたぐらいですね。バレエ音楽とかね、ワルツとかもそんなに得意じゃないんですけど、バレエ音楽はちょっと違うか、白鳥の湖とかだしね。うん、まあ、ワルツね、ちょっと聴いてもいいかなって思いましたね。ワルツって言うと今のね時代で言うとワールドツアーのワルツみたいな感じになりますけどねはい。で、デューク・エリントンのキャラバンとベニー・グッドバンのキャラバンとか、もろもろジャズも流しまして、ジャズはね全然私は詳しくないんですけど、スムースジャズをちょっと聴くぐらいなんで、ジャズはね危険だっていう噂を昔から聞いてます。ジャズを掘り進めちゃうと人間の一生では掘りきれないそうです。だからジャズにハマる人はご注意あれということですね。だから私はハマらないように頑張っていますということで、まあいずれにしてもね、そのジャズに関してもベニー・グッドマンとデューク・エリントンのキャラバンが流れたりなんかして、まあそれもねありつつで、ビッグバンドっていうのがそうなのか、クラシックのオーケストラからのもんだったのかみたいな感じで、それも学びでございましたね。やばいですね、この学びの感じやばすぎるぞと思いましたけど、まあそんな感じでね、まあヨハン・シュトラウスがメインでしたが、まあダンスミュージックとしてのクラシック音楽っていうところの学びがありまして、すごく嬉しかったですし、まあクラシックやジャズまで遡ると思わずね、予測をがっつり超えてまいりましたね。で、昔はそのワルツを夜通しみんなでずっと踊るっていう感じで、今のナイトクラブと同じですよねって話で、なるほどと。あ、昔からね、昔の西洋人も、今のそのね、まあ今のっていうか、今深夜イベントあんまり行かないわけですけど、DJ が回してそこでみんなで踊ってんのと同じなんだなと思いました。人っていうのは昔から踊りと歌と音楽がつきものなんですね。はい。っていう感じでございました。はい、こちらが一つ目、クラシックやジャズまで遡るとはまず予測を超えてまいりました。 2. BE:FIRST の曲も作ってくれるモンジョーさん、ゴート作ったプロデューサーですね。作詞がペコリさんだったりとかね、オドフットワークスですよね。はい、モンジョーさんのことをメタメタにね、褒めていらっしゃいまして、嬉しいとともにびっくりしましたね。改めてすごいプロデューサーなんだなと思いました。BE:FIRST の楽曲でミリビリっていう楽曲とか、それからグローアップって楽曲を作ってて、どっちもかなりね、インパクトが強くて非常にかっこいい楽曲なんですよ。で、そちらとかを作ってくれているし、で、そのモンジョーさんがゴーとナンバーアイの楽曲作るんだって思った時にマジかって思ったんですけど、ただモンジョーさんがBE:FIRST の楽曲作ってくれてるから、なんかちゃんと分かってなかったっていうか、つまりキング&プリンス時代とかに平野くんたちが曲を頼んでいた方っていうのもいるわけですよね。で、そういう方々ではなく、あえてモンジョーさんというまあストリート寄りといいますか、本当に新しい音楽をやっている人たちで、メジャーどころではない人たちに頼んだっていうところの部分が実はすごいことだなということですよね。なんか結局その
まあね、アイリーズ、まあその GO とか出た時はアイリーズっていうあのファンダムネームまだなかったけど、まあ、アイリーズをこう驚かせるっていうか、良い意味で期待を裏切っていかなきゃいけないっていうか、プロですから、みんなが、まあ彼らは、彼女たちはこういうものをやるだろうねっていう感じで思ってて、で、実際出してみて、ああ、やっぱりこう来たねっていうふうに思われるだけでは、それではダメだということですよね。で、ゴートに関しても、当初ね、なんかまあいろんな意見とかあったと思います。もしかしたら、アイリーズの中にも、こういう感じではないのを望んでいたって方もいらっしゃったかもしれない。でも結果的に、ゴートで、あの、行く必要があったっていうことで、で、その、モンジョさん、ペコリさんのような、まあ言ってみれば、しっかりと新しい音楽を作れる人たちに頼む必要があったってことですよね。まあそんな形だし、で多分このあれですよね、この方もおそらくはそのモンジョさんと一緒に仕事をされたっていう、そういう部分があるということだからね、だからそこから興味持ってくれた部分もでかいのかなっていうところでもあるし、それからそのモンジョさんに関してはラジオの中で冒頭でもね触れてましたし、後半の方でも褒めてましたし、まあ、モンジョの圧倒的なセンスがメジャーのシーンで花開いたのが嬉しいって話をしてましたし、あ、実質そのナンバーアイが有名な人に頼むみたいなことじゃなくて、モンジョのような本気でかっこいいものを作れる人たちに頼む姿勢が素晴らしいって話で、ナンバーアイおよび 2B ってことですよね。まあそこを含めて、うん、そう思いますし、いや本当にすごいことだと思いましたよね。っていうことで、まあBE:FIRSTともね絡みがあるということで、なんだったらもしかしたらですけど、あのミリビリとかグローアップ作ってくれてるんで、なんかね多少その話の流れの中で BE:FIRSTの話とか混ぜてくれてると嬉しいかなと。神宮寺君がメインストリーム気に入ってくれていたから、そういう話もしてくれてる可能性もなきにしもあらずかなと思ったりしたし、まあ4つ目のポイントの2つ目ですね、あのモンジョさん、 BE:FIRSTの曲も作ってくれてるモンジョさんをメタメタに褒めてて、私としても嬉しかったということ、うん、逆に考えると、だから BE:FIRSTがモンジョさんとかにも頼んでいる、ジャキズールーさんとかに頼んでいるのはこれは間違いがないんだなっていうところで、ベスティとしても、あ、モンジョさんに頼んでてよかったなと思いましたね。改めてすごいプロデューサーなんだなとも思いました。はい、これらが2つ目。で3つ目、これに関してはね、あのまあなんていうか、結構人によって考え方違うと思うので、私自身の考え方っていう部分かな。3番目ね。岸優太。岸くんね。岸優太という存在が合流して、まさにナンバーアイは完成形だったことを再認識したと。こちらですね。あの、ゴートの中の岸くんの、あの、ラップのところですね。そこの部分を、あの、フィーチャーして言ってたわけですよ。歌えないけど、あえて歌います。タクシー乗るのにも一苦労のアーティスト、アイヌダベアダルベッドバラバラになった空を、みたいな感じのところですね。タクシー乗るのにも一苦労のアーティストですよね。ここね、うん、岸君のようにはラップできないけど、ここの話をしてましたけど、つまり、オリエンタリズムといいますか、日本の温度っていうか、盆踊りの温度みたいなところの、それをこう跳ねる感じのやつですよね。だから、あの、まあ、要するにわかりやすく言うと、あれですよね。あの、えらいやっちゃえらいやっちゃよいよいよいってことですよね。この言葉を言うとは思わなかったな。でもだからそのえらいやっちゃえらいやっちゃとタクシー乗るのに今が実は結構その温度の感じで、そのだからオリエンタリズム、まあジャポニズムといいますか、そういう部分があの実はあるっていうとこで、でこれに関してはあのゴートでもそうだけどボンでも、あの岸君が最初にこう民謡みたいな歌い方をして、完全にこの西洋ではない歌い方とかをして、その役割を岸君が担ってる感じがするなっていうところでもあると。でちなみにここね、あの岸君のテクシー乗るのに今がすごく目立つんだけど、クールぶってフール待ったのところとか、ここのところ、これ平野君でしたっけ、クールぶってフール待った、ここもだからあのクールぶってフール待ったみたいな感じで、だからあの温度なんですよね、このだから和の要素っていうか。でこれがすごくなんか西洋の人にはすごいあのアバンギャルドに突拍子もない感じに聞こえているでしょうって話をしていましたけれども、あ、なるほどなって思いました。でその突拍子もない感じっていう、そういうものをやるときに、まあ、平野くんや神宮寺くんもできると思うんですけど、多分岸くんがやるのが一番あの合ってるというか得意だろうし、で岸くんのそういう今後のそういうキャラクターとかも含めて、あの優太騎士はあのやばいフローとかをかますみたいな、そういうイメージがついてくれば、それが一つ出てくるってことですよね。
あの平野翔くん、翔くんはダンスでガッツリやるし、あと低音のラップでやるから、基本のラインのところで多分あのダンスのところとラップのところで、神宮寺くんは多分全体を統括してあのこう回していく、グルーヴさせていく役割があるから、そこの中でやっぱり岸くんがいることによって色がすごいついてくるってことで、だからですよね、結局このゴートに関してもあの全然そのナンバー相手がキンプリ知らない人たちはあのと外国人の人とか、ヒッシ君のラップに反応してるリアクターとかも多く、あのなんだこれみたいな感じのがあったみたいなところもありつつでね、だからそこなんだろうなって思いました。だから岸優太という存在がいて、でトリッキーな感じ、うん、平野くん、神宮寺くんだけでももしかしたらできたのかもしれないけど、改めてやはりこの岸優太という存在、岸優太くんという存在がいることによって、あのナンバーは完成形なんだなっていうところですよね。まあ、ここの部分ではありました。はい、これが3つ目ね。はい、っていうこともありつつで、でまあそれも含めて現在進行形の音楽を作ることっていう話で、2000年代以降のリズムの変化っていうことをね、ずっと話してきてくれていたわけですけど、まあ、海外進出を考えて作られたことを各所に見受けられるっていうことと、でそこの中で、まあ、トラップだったりとか、それからあのジャージークラブですよね、これについてはね詳しく語っているので、まあトラップはアトランタ以来の重点を基調としたビートだったりとか、それからジャージークラブはニュージャージー、ボルティモアからニュージャージーで発生して、まあ2000年代半ばぐらいにできたけれども、そこからあのいろいろとあの発展していって、今現在2020年代にまた流行っているっていう感じのものだったりするわけで、でゴー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 のところでね、のところね、ここのジャージークラブのところ、あのまあ、ジャージークラブに関しては、実はこれあの、あれなんですよ。BE:FIRST のグローアップもジャージークラブだったりするんですよね。何も変わってない。トゥ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 みたいなやつね。うん。ちゃんとできなかった。ちゃんとできなかったけどな。リズム感もある。うん。まあ、ゴー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 と同じっていうね。うん。まあまあ、そんなことで。ちなみに先ほど言った通り、グローアップはモンジョさんです。はい。BE:FIRST の楽曲ですけど。ね。っていうことでもございましてね。うん。そうだから、ジャージークラブのリズムとか、そのそれはトラップですけど、トラップはのダンスブレイクのことですよね。ボン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 のところ、うん、重低音の基調としたビートだから、あのダンスをその加えられるから、あのナンバーに関してはそれが強いっすよね。あのラッパーとかだとやっぱりいきなりトラップをあのジャージークラブとかでやってトラップのビートに変えちゃうと、なんかいきなり変わっちゃったみたいになるんだけど、ダンスブレイクができるっていうところは改めて強いなっていうところもありますしね。まあそうだし、で本当にあのゴー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 のところはジャージークラブそのままだから、むしろこれあのジャージークラブっていうのを学ぶときにゴートを出すとすごくいいんじゃないかと思うし、以前イタリアの大学院であの J-POP を世界に出すっていうときに、あのナンバーのゴートが結構ダントツで1位だったっていう話を動画でも上げさせてもらったんですけど、その辺なんでしょうね。ジャージークラブのリズムがあって、トラップもあって、オリエンタリズムもあって、であのラップヒップホップだし、完全にその今のトレンドをこのちゃんと根ざしてやってるっていうところ、そこだったんだろうなって気がしますね。でちなみにその綾竹さんは TikTok でやりたがるように、あえてジャージークラブをあのゴー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 のところだけに入れた可能性もあるかなって話もしてましたね。でクリーピーナッツのブリンパンパンボーンとか、ニュージーンズのリットとか、もう両方流行った楽曲でね、もう1位も取ってますよね。ブリンパンパンボーンに関してはね、あの私たちベスティもね、結構あの1位をずっと取っていましたから、あの悔しい思いもしましたけれどもね、あのナンバー8と BE:FIRST の共通点はね、クリーピーナッツのブリンパンパンボーンに1位をね、1回1位取ってもね、次の週に1位取り返されちゃうっていうね、あのそういう共通点ございますね。はい、仲良くしていきましょうあクリーピーナッツはクリーピーナッツで私の好きなんですけどね、いやいや早口じゃないですか。私早口ですよね。オタクってね、早口になるとねオタクなんですよ。何言ってるでしょうね。はいはい、ということで、うん、まあそんな感じでしたけど、でまあ海外の人は聞いているものを遠ざけないっていうことで、ジャージークラブとか、あのジャージークラブとか、あのトラップとかを作って、それ使ってそれをやっていくっていう部分も含め、でその岸くんの音頭のような跳ね方をするラップのリズムは東洋的な感じを革新版的に作ったんじゃないかって話で、あの海外の人には突飛な印象に映るはずと。で自分たち東洋人にとっても結構衝撃的だったし、昔 YMO が坂本龍一さんの YMO が坂本龍一さんたちの YMO がアジアを前面に出してて、あえて日本と中国をわざと誤解させるビジュアルで
ざっくりとした海外からのそういうアジア、東アジアのイメージを使ったみたいなところの話もしてましたが、まあ、そういうところもあったっていうところではあると、ね、そんな感じでありまして、まあ、いずれにしてもね、まあ、もろもろ語ってきましたけれども、まあ、文書さんの話と岸君の話がちょっと、両方ともね、2、3で、一緒に語った部分も最後の方ありましたが、まあ、いずれにしてもね、岸優太という存在が合流してきて、東洋的な部分のトリッキーな部分を出せる存在がここに来たと、それにふさわしい人が来たっていうところなんだろうと思います。もちろん、平野君と神宮寺君の役割は他で別にあって、それで、3人の三位一体の部分が非常に良いバランスなんだと思っております。はい、トライアングルね。はい、ということです。はい、4つ目いきましょうか。はい。結構最後の方に語っていたので、皆さんもそのもしかしたら記憶とかない方もあるかもだけど、社会情勢が悪い時とか、それ疫病とダンスミュージックの関係性が面白かったなと、語っていたのがヨハン・シュトラウスのね、ウィンナーワルツの話とか、あの時は実はその19世紀かな、コレラが流行ってたって話があったという話で、エイズウイルス HIV の時はハウスミュージックが流行ったっていうところの話で、でそういうのがあって、でジャージクラブはまさにコロナの時に流行ったっていう、まあ、ジャージクラブ自体が2000年代にあったけど、その流れが2020年代になってからなんかいろいろとまた現代人にはまってきたんだなっていうところを含めて、まあ、疫病の流行って話とかがありますけど、でもつまり疫病の流行ってことは社会不安っていうことでもあって、ボブ・マーリーの映画を見たんですが、レゲエの神様の、ジャマイカは本当に当時やばかったんですけど、その時に、まあ、レゲエも踊る音楽だったりするから、その音楽の力で、政治をまとめたみたいなところがあったので、そう、命も狙われながらボブ・マーリーはやったんですよね。で、そういうのもあったと思うんですけど、なんかこれって、それこそコレラとかは19世紀の話で、それ以前にも日本史だけ見てみても、ね、いろいろあったなと思って、ええじゃないか現象っていうのが幕末にあったわけですけど、当時黒船来航から海外からいろんな人が来て、徳川幕府がどんどん衰退していってるところで社会不安があって、でみんなでこうええじゃないか現象って言ったら、ええじゃないかええじゃないかええじゃないかみたいな感じでずっと踊り狂ってるっていうのが当時あったらしいんですよね。原因は不明って話で、でこれもそうだし、つまりループもので の、まあ、ゴー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 みたいなループものでのずっと同じリズムでずっと踊り狂うっていう、ワルツもそうですもんね、美しきアークドナーもそうですけどね、それの感じが実は日本史上でもあったっていうことで、さらに幕末よりもさらにずっと昔、日本は歴史が深い国ですから、長い国ですからね、平安時代に空也っていう人が出した踊り念仏ってのがあって、なんか南無阿弥陀仏をずっと唱えながらこう太鼓を叩いてずっと歩き回って踊りまくってみたいな感じのところとあったらしいんですけど、その時も結構社会情勢が不安だったみたいなところとかあって、結構だからそういう部分あるんだろうなって気がします。人はだから不安から逃れるために踊るっていうところで、今回のラジオではね、さすがに踊り念仏とかええじゃないか現象は語ってませんが、その、まあ、コレラの時の話だったりとか聞いた時に、まあ、その、まあ、ちょっとそれを思い浮かべたんですよね。歴史が好きなもんで。最近あまり歴史の例えしてない気もしますが、実はそういうの好きなんで。まあ、だから、まあ、ワルツもそうだったけど、同一のリズムで繰り返しでこう念仏唱えるっていうのがあったそうで、まあ今のクラブミュージックにも通じるなっていう同一のリズムで、そう、なんか私もその20代前半にクラブに通っていて、当時はショーン・ポールとかダディ・ヤンキーとかがかかるとみんなでこう踊ってね、DJ がかけるとみんなでウェイってなってね、それでみんな踊り始めたわけですよ。懐かしいですね。はい。懐かしいと一つ今でも踊ってるんだけどね、私はね。はい。今はちょうど踊ってるけど、フェスにも行くし、なんだか職場でも踊ってるしね。仕事はしてますよ。はい。まあそんな感じです。まあ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 。ね、まあ、いろいろ語ってまいりましたけれども、いや、素晴らしかったですね。4つのポイントで語らせてもらいました。まあ、つまりね、1、クラシックやジャズまで遡ってくるとは思わず予測を超えてきました。2、モンジョさん、BE:FIRST が曲も作ってくれたモンジョさんのことはめためで褒めてて嬉しかったって話。改めてモンジョさんすごい人なんだなって思いました。歌詞を書くペコリさんもそうですね。で、3、岸優太君の存在がまさにナンバーアイの完成形を作ってくれたっていうところ。これは個人的見解です。平野君、神宮寺君もいて、岸君がいて、3人全員がいてなんですが、まあ最後に合流したっていうのもありますがね。岸君が来て、そう、東洋的なトリッキーな部分をやれる人が来たというところ、やれる人というか、やるにふさわしい人が来たと
いうところだったんだろうなというところで、4、社会不安や疫病とダンスミュージックの関係性が面白かったということでございます。はい、というわけでね、いやー楽しかったっすよこのラジオは。で、冒頭でも言いましたが、音楽のことを詳しい人が語るっていうのが非常に楽しいなと思いました。私のこのオタクトークも楽しいと思っていただければ幸いでございますが、まあそこは常々精進をしておりますんで、はい、だからそこなんですよね。音楽は実は本当に楽しいものなんだと、そのことを改めて思わせてもらったらもうでかいですね。うん、でそれも皆さんは多分ね、ナンバーアイからそれを教わったと思いますし、彼らが楽しそうにしてるのを見るのが一番楽しいというところもあると思いますから、まあ、そんな感じなんだと思います。はい、というわけで非常に学びが多いエデュテイメント的な感じのラジオでございました。はい、ありがとうございました。はい、ではこの辺で失礼します。あ、その前にまだ聞いてない方ね、まだね7月7日までは聞けるんで、あのリンク貼っときますんでね、あの概要欄に、そちらの方もしよかったら聞いてみてください。多分7月7日までだったと思います。 NHK ラジルラジルの方で聞けると思います。はい、はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので、あの自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、あの登録していただいても、あのもちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらあのまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、あのコンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、あのよろしければお願いいたします。それでは失礼します。